岡崎グリーンメンテナンスの岡崎です。いよいよね、今日から3日間、千葉オープンのトーナメントが、始まります。で、まあ、今朝の作業なんですが、まあ、朝のね、グリーン狩り、になっています。で、毎回ね、こういった大会、あとトーナメントね、やるときに、まあ、いつも思うことなんですが、まあ、作業はね、いつも通り変わらないんですが、まあ、ちょっとね、空気感って言いますか、やっぱりいつものね状況とはちょっと違いますので、気持ちもね若干、引き締めて、作業をね、行っております。まあ、そういった感じで、今からね、グリーン狩りを、行いたいと思っております。はい、以上になります。